動画通して見た方が見やすいっていう。これ朝から始まるんかな。拡大できるからな。新幹線止まってるわこの辺。あれ300系じゃね。え、マジ。あれ、これ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 奥に300系おらんの。ちょっと画面が、もう、もう、場内は暗くなります。また、電車は通路となりますので、皆様お席にお立ちください。300系、100系も、100系も場内の設備点検を行います。500系、ジオラマと買って左側の折り口よりご退出ください。700系とかもおるし、 N700 がいないってよ。あっちにも新幹線多いな。それでは、ただいまより場内の電気を消灯いたします。お足元にご注意ください。めっちゃ暗なんで、多分プラネタリウム並みやん。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより模型列車の運転時間は約15分です。この模型場では実物の車両の約80分の1サイズの電気用平時と呼ばれる模型を使って運転いたします。走行する模型列車の音と鉄道ジオラマのために撮影された映像も合わせてお楽しみください。まずはじめに列車の止まっているところをご案内してまいります。各駅についております赤いの。よく考えてあるよな、こんな風に紹介したらできるのか。ジオラマ中央ベンゼロに立っております駅は大和ステージです。その奥、新幹線ターミナル駅は水路に立っております。ジオラマの駅前緑色に立っております駅は中央駅です。近くの海沿いで青く光っている駅は鴨志田マーケット駅。さらに奥で紫色に光っておりますのが新幹線中間駅です。よく考えてあるよな。こうやって、あの、たぶん西明石みたいなボートあまりないな、あれ。じゃあ島かて見えんわ。東海道南陽新幹線 N700 系新幹線電車はこの主役です。のぞみ、しっかり、ドラマとしている今日も関東の人々を運んでいます。そして、白色に黒と青の海の電車は大阪と金沢を結ぶ特急列車アンダーワードです。先頭車が流線形のかっこいい車体がこちらです。思ったそれ。右に向かって白色の221系 E 型電車と銀色の223系 E 型電車が出発します。スーパーハクト止まってんねん。これはないっしょ。新幹線の中間駅からは世界で初めて時速300キロでの営業運転を実現した500系は16キロ東海道新幹線の。そらそら、だから結構実車に近いね。一部再現できてない編成もあるけど、現在は秋葉8000系やプレミアムか。手前に来たのが、で島風が来たのが、プレミアムか、あそこ。
消灯した。スーパー角度走ってんで。彼女は大阪を通って関西空港まで移る関空特急はるか。ニートレ、ニートレ。1994年の関西空港開業と同時にデビューした280系列車です。281系ももう引退するんやろな。手痛いわ。すごいな、阪急とかまで車両さん紹介するんだよく考えたらライバルだね、もうライバルであり仲間であるみたいな、そんな感じだね。別荘が閉まる、別荘がどこ別荘在来線駅を右に向かって、ああ、あれか、寝台特急マンタイムエクスプレスが出発しました。この電車は東京と島根、香川を結ぶ。あれも14両編成になっちゃう、7両か。半ライズ、半ライズ7両や、でもちゃんと再現されてる。半ライズ、半ライズ。あ、ニートレイン、ニートレイン。山の方に沿って緑色の E5 系新幹線電車が、おい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 、 JR 東日本まで入ってんの。上に黄色い帯の出しまれています。スーツはこの前やってたやつや。個室を300円だけ利用するとかやつ。あー、昼なってきたね。ジオラマ左奥、山の上にある三百円から銀色のディーゼルカーが出発しました。この列車は大阪と鳥取を結ぶ特急パパカゼです。この列車はこれよりスイッチバック駅を経由して山を下っていきます。ここで京都駅にも発着する特別な列車をご紹介します。なんや、ウエスト駅ジオラマ中央にある在来線駅よりトワイライトエクスプレス水風が出発します。そんな HO ゲージであんにゃん。すごいよな。母さんも新幹線がちょっと早いって。あ、水ができた、水ができた。水かぶり。うわー。
当館のプロムナードでは4両のゼロ系をご覧いただけます。東海道山陽新幹線でモーターイエローの愛称で親しまれている黄色い電車は新幹線電車軌道総合試験車です。ゆっくり停止。おお、ドクターイエロー。コウノトリもある。大変やな、これ管理する人もな。20編成ぐらいあんのじゃん。23と、じゃあ運行してるかだけで、で止まってんのとかこう入れ替えとか含めたら。鉄道では人だけではなく荷物も運びます。地球環境にも優しい鉄道の貨物輸送は日本全国で行われ、これからもますます広がっていきます。ハンドが綺麗よな、やっぱジオラマは。そして山陽新幹線と九州新幹線を走行するみずほ、さくら、L700 系新幹線電車ですが、少し青みがかった白にポイブルーと黄色の帯の専用デザインが使われています。またパークの彼女来た。あー、あれ、あの鹿児島の方行くとき。夕方になってきた。すごいな。ジオラマ中央にある外来線より寝台特急ワイヤーテックスプレスがお出かけします。窓の大きなサロンカーや本格的なフレンチが提供されていた駆動車、その後ろには企業の豪華な免震対策を締結しています。ぜひ的な運行は15年3月で終了しましたが、そのコンセプトはより進化を遂げ、トワイライトエクスプレスするために受け継がれています。あれ何、ラピート、あ、ラピートや。上に E7 系新幹線。輝き以外にも谷川として走ってますよ。谷川、谷川、うん、サンライズ別荘や。ラピートが止まるって関西空港駅かよ。ゆうみさんの電車、JR とラピートが。電車の運転とゲストの高校演奏はいかがでしたでしょうか。当館3階の外テラスからは今ご覧いただいた車両以外にもたくさんの電車を見ることができます。ぜひお気に入りの車両を。あ、ね、あ、DD 動いちゃう。運が良ければ、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 運
今年琵琶湖花火大会中止になったらしいな。